週刊文春が来たんですよ、ね、うちの秘書さんは顔色変わってるわけ。文春法か、同じ記者が、同じ記者っていうのは6年前僕が刑事告発した記事があるんですよ。選挙妨害罪で刑事告発したんです。僕はその記者に言ったのは、あなたの生き方、人間性を僕は問いますよ。6年前もそれを聞いたんですよ、ね、あなた自分でおかしいと思わないか。政治献金を受け取ってないなのにタワーマンションに住んでる、その発想は政治献金を自宅のマンションに使うというのは普通だという頭でしょ。もしもあの変な名古屋での取材でしたが、元にしてまた選挙妨害する記事を書いたら、私はもう一度刑事告発します。